そして気づいた時に考えてるのは君のことで、それがすごく恥ずかしかったりすごく嫌だったり思えて、それが僕が気持ちを伝えることが怖いからで、頭でさえつけても心はどうすることができなくて、会うたびは君の悟られないようにいつもと変わりないように話してるつもりで、余裕もなくて苦しくなかった僕は君に嘘をついてしまうんだけど、もう少し、もう少し君の心に近づいたら、もう少し、もう少し今この時が消えないように、どうか神様僕に